で、うんうん、すいませんお伺いなんですけども、何時ぐらいに行くからここにいらっしゃいましたか。ね、時間書いてある。あ、全部メモしてあるんですか。あ、12時54分ですか。何だって今日は。そのギターの音が大きいって、はい、ちょっと響くんで。冗談じゃないぞおい、なんでそういうのが入っちゃったんですよ。だってさ、今日マイク使ってないんだぞ一回も。まだスイッチ入ってないんだぞ。来たばかりですか。いや、12時54分に来た。だからね、もうすごいんだよな。なんかさ、あなたたちさ、あ、一応あのお名前をお聞きして しましょうかね。私のことをご存知ですか。はい。前話したことあったっけ。初めてなんですけど、こうよくお見かけするので。で、あの高尾警察からは私の情報を得ているんだね。あそこにいる人はどういう人だってことは聞いていない、はい、細かいところは聞いていないんですけれども、ね、ただあの、その苦情が入ったので行ってくださいっていう、うんうん、どういうどのぐらい音を出しているのかなとか、うん、ちょっと気になりまして。クラシックギターの音、あれがクラシックギターなんだけど、はい、あれがどれぐらいの音か聞かせてあげようか今。いや、それはまた苦情入るとあれなので。苦情が入る、この音でさ、はい、ちょっと来てみな、来てみな、これがクラシックギターだよな。これをこれで苦情が入る。ああ、そうなんですよ、ね、私たちも、うん、あの苦情が入らない限りちょっとこの辺にいなかったので分からなくて、声はかけていないんですけれども、はい、だからね、もうね、もう何回警察が来たかな。でね、苦情を何回あの同じ人かと、多分何人かね、苦情の電話110番通報する人がいるんだけども、はい、繰り返し言ってるのはさ、まずそのあなたたちがその110番通報を受けてね、あのここに来る法的根拠はない。あのもう分かってるはずなんだからさ、ね、警察法及び警察官職務法に書いてあることによって警察官は職務を遂行していきます。ところがここに来た警官が前よく言ってたけどさ、ゴキブリが出たという110番通報でも私たちは来なきゃいけないんですよ。よく言ってた。何回も聞いた、そのこと聞いたことある。ゴキブリが出たでも110番通報が行かなきゃいけない、それ嘘です。そんなことは警察官職務執行法にも警察法にも書いてありません。それとね、じゃあこれをあげようか、これをまずあなたに受け取るかどうかというのが一つのポイントだな。最初に書いてるやつだってすごいと思わない？これ高尾警察に記録あるはずだよ。これ2回私はあのこの人が捕まった時に行って擁護しました。こういうこと全然さ、警察はさ聞いたことがないって言うんだよね。普通こんなこと1回でもやれば有名になるんだよね。拘置所に何か言ったことがさしげに、結局この人は足を洗わなかったけどね。今どうなってることやら、はい、その下のさ、私はね、ここに来る警官はね、
もう高尾警察が脈々ともう何十年も前から続けている沖電機との癒着の関係によってこういう行動が起きているんだと。いろんな証拠があるんですよ。沖電機が談合やっても警察は取り締まらない。あそこが今、昔あそこ沖電機だったんだけどさ、あそこで集団ストーカー行為っていうね、すごいね、あの悪質ないじめがあったんですよ。殺人未遂ですよね。これは私のホームページに書いてあるから見てほしいんだけど、殺人未遂ですよ。もうね、自殺に追い込むような、そういうことがあるよって警察に何回警告しても全く動かなかった。そういう事実があるんだよね。で、まあ、ここにあの警官の皆さんがあの来てくれるのはね、もう私にとってはあんまりマイナスにならないんで、前はね、ここでやっちゃダメだっていうことを言ってたんだけど、言わなくなったからね、うちの子のところから。あ、先にお名前は、あの私は田中哲郎と申しますが、田中哲郎さん、私、皆川といいます。あの階級が皆川さん、階級巡査長、はい、そちらが皆川堀戸と言います。堀戸、はい、階級が巡査部長になります。巡査部長、はい、巡査部長の方が偉いんだ。あ、そうだね、あそこにいるあの安倍さんという巡査部長がいるからな。巡査部長の稲川さんと巡査長と巡査部長ね。まあ、いいんだけどさ、ね、でも本当はこれ違法ですよ。だから沖電機との癒着がなければこんなことが普通は認められない。もう一つはね、最近思ってるのはね、警官の研修のために来てるのかなと思ってさ、職務質問の練習にはあまりなんないと思うんだけど、私が相手じゃん。でもなんかこういうことをあの私から教わってね、正義の警察をあの実現しようではないかっていうのを私がずっと呼びかけててること、残念ながらこれも私の決まり文句だけどさ、自分が作ったあの言葉としてあそこにあの人生のポイ捨てっていうのはあれもいい方向で安倍さん褒めてくれたけど、嘘は泥棒の始まりというが、今は泥棒の方が警察より正直だっていう、ね、耳痛いでしょ、痛くねえ。もうね、残念ながら警官 の, あの一般市民との会話はさ、嘘がさ、嘘をついちゃいけないっていう発想が全くない。別に本当のことを言う必要はなくて、その場をうまくその取りまとめて、処置するにはどういった方がいいかということで、嘘をついちゃいけないと思っていない。交通の取り締まりに関してもさ、110番通報がありましたから決まり文句ですよ。全然危なくない車をさ、あの劣化移動してしまうんでね、うちのワンションの名前であったけどさ、これも私のホームページに その様子が載ってますよ。劣化移動しようとした警官、私があの時も女子の警官だったけどさ、それを咎めてさ、議論してるのがさ、35万件今再生されてます。もうだいぶ古いけどね。でもまあ、私がいつも警察の皆さんに言ってるのは、残念ながらさ、今の日本の警察というのは正義の味方じゃない。嘘を平気で言う、大企業の味方をする、国家権力の味方をする、市民運動や労働運動に対して敵対的な態度と、私なんかここでやってることさ、反社会的な行動だと思う。人生相談やってさ、ここのガードレールが他のガードレールよりあの綺麗なこと気がついた。ここにさ、草が生えてないこと気がついた。誰がやった、そういうこと関心ない。なんでここだけ綺麗なんだろう、なんでここのガードレールだけ綺麗なんだろう、向こうのガードレールはあんなガードレールなのに、ここのガードレールあそこにはあんなに 草がボーボー生えてるのに、ここにはだから虫が、変な虫が出てくることもない。なぜなんだろう。人生相談、健康相談やってます。昨日もさ、なんかヤフーオークションでさ、損害を被ったからどうしようかっていう相談を受けましたよ。その前にはね、もう自分 の, あの婚約者を寝取られて殺意が20年間収まらないという人がいましたよ。そういう話を聞いてますよ。そういう話を聞いて親身に答えて、自分の経験も交えてね、そういうことを やってることは反社会的な行動だと思う。取り締まりの対象だと思う。本来であればさ、ここに書いてあるようなことはさ、これ表彰の対象だと思わない。こんだけのことやら、ここに書いてあるだけだってさ、もっといろいろやってますよ。私のホームページ見てください。取り締まりの対象ではなくて表彰の対象ですよ、あの人は、という認識を持てないのかなっていう話だな。まあ、ということですね。で、あの110番通報がありましたって言いに来るのが皆さんのお役目のようなので、で、あの確認しておきますと、ギターの音がうるさいって
行ってらっしゃったろうけども、私は今日はまだマイクに、そうスピーカーマイクはないでしょ、あそこに入ってんだよ、マイク一回も使ってません。だからクラシックギターの音はこれぐらいの音です。5メーター離れれば聞こえません。それがうるさいというのは聴覚障害、精神的なねとしか考えられませんって話ですよ。だからうるさいからじゃなくて、私の存在が気に入らないので110番通報しました。今まで全てそうです。でそれに警察官が税金を使って時間を費やしてここに来るのは税金の無駄遣い、警察官を職務執行法にも警察法にも書いていない違法行為であると繰り返し私は指摘しておりますという話なんだけどね。今日って何時頃までやられる予定とかってあるんですか？ありません。あ、ないですか？うん、だから今日は私初めてお会いしたので、うん、いつも大体どのぐらいの時間やってらっしゃるのかな。もう来る時間もまちまちだしね、はい、帰る時間もまちまちで、昨日なんかその相談があったから3時間ぐらいいたのかな、うん、結構長いこと疲れますけどね。まあ真夏の暑い時にはもう体が持たないんで30分で帰ったこともありますけど、大体少なくとも30分より長い時は30分、うんうん、で今日はまだ未定だっていうことですよね。そうそうそう、今から今日の新聞のアピールをしてね、この教育委員会で、山口県の教育委員会で、この間の葬式の時に安倍元総理の安倍晋三の葬式の時に反旗を上げなかったか校長は処分の対象だと言ったという話ね、とんでもない話だよ、なんかそういう話をしますけどね。そしてクラシックギターの曲を1曲弾いて、クラシックギターの曲をね、これスピーカーで流したってね、安倍巡査部長と一緒にね、騒音計で音を測りました。どれぐらいあるか。車のタイヤの音の方がはるかに大きい。全然大きくない。だから、ここで音を鳴らしたってさ、向こうで、その辺で測るとね、鳴らし始めたということが、騒音計で検知できないぐらい小さいんだよ。それなのにうるさい。それは音の大きさが大きいからうるさいんではなくて、私の存在がうるさいって言ってるだけね。だからもういじめはやめましょうとかさ、正義感を社会に取り戻しましょうなんて言うとさ、いじめをやってる人にとってはさ、うるさいんだよ。それが、その言葉が。もう今はもう日本中いじめだからね。もう小学校の1年生からいじめが始まってさ、もう1年生でもう幼稚園から始まってんだけど、知ってる？小学校の低学年が一番いじめが多いの。いじめの件数が一番多いのは小学校の低学年なんだよ。そしてずっと続いて、まあ、高校生ぐらいになると出るんだけど、そして大人社会がいじめ社会。私なんかうちのマンションでいじめられたからね。もうそういうのはもう地域でいじめがあるというのは当たり前。会社の中ではもちろんいじめがあってさ。だからそれをやめさせましょう。仲良くしましょう。もう世界でも日本、地域でも家庭の中でも仲良くしましょうって言ってるの。自分がされたら嬉しいことを他の人にしようよ。自分がされたら嫌なことを誰かされていたら止めようよ。そしたらみんなハッピーになれるし、戦争もなくなる。それをずっと繰り返し言ってるんだけど、そう言われるのが嫌な人がいるんだね。それが悲しいよ。だからもうね、今ね、もうその皆さんマスクしてるけどさ、マスク言うことと思ってる、マスクしてしょうがなくしてんでしょ。しないわけいかないから。賢い人は普通そうなのよ。こんなものさ、医学的な根拠全然ないっつうのさ、いつからこれマスクが有効になったのか。もともとさ、ウイルスの大きさに比べてマスクの目が大きすぎて効かないっていうのは聞いたことあるでしょ。昔はそう言ってたんだよね。ところがいつの頃からかマスクは有効だっていうふうに意味が変わっちゃったんだけどさ、こんなものなんて効かないんだよね。まあちょっと話が飛んじゃったけど、何の話だ。だから結局みんなで仲良くしましょう。自分がされたら嬉しいことを他にしてみんなでハッピーになろうじゃありませんか。自分がされたら嫌なことを他の人がされてたら黙ってないで止めようじゃありませんか。本当は警察官の仕事だな、ある意味じゃな。社会の秩序をさ保つっていうのは、みんながハッピーであるために皆さんは仕事をしてるはずです。まあ危険を除去するとさ、そのネガティブな部分に対応するのがまあ普通は警察だけどさ、みんなが仲良くすることに役立つことは本来推進すべきだと思うでしょ、ね、だからああだこうだ人にやってることにケチつけてさ、喧嘩が起きるように仕向けるんではなくて、お互いに助け合って道はきれいにして
タバコが落ちたら入れましょう、あそこに落ちたのがある。この間もうあそこいっぱいになってるのね、誰かがねわざと死体を落としてたね。でほったらかしてたらさ、あのいつの間にかきれいに片付けてあったけど、別の人がやったんかもしれないな。あえてゴミを拾ってあそこにあのぶら下げて人生のこうしてって書いてある、それすら嫌な人がいるんです。まあということです。いつもはやられてるときはここでやられてるんですか、なんか他の場所でもやられてるんですか。こことね、沖電機の本社、ここで、ちなみにここでなんでここでやってるかというと、ここは昔は沖電機工業という大きな会社がありました。ここです、うん、この小学校もそうですし、あそこに見えてるあの会社もそうです。このぐるーっと一回り沖電機でした。でここが正門だったんです。ここでね、あの1978年に1300人の首切り合理化があって労働争議が始まってわっしょいわっしょやってたんでね。で私はそれをあのその中でいじめが始まったんで、いじめをやめようって言ってたら私もクビになって、それで、わっしょいわっしょやってました。それで私はあの仏教徒として始めた。最初はお題目をただ唱えるだけの闘争を始めまして、でそれからもう41年間ここで始まったんです。でちなみに私の看板をこの正門前に立てました。これ私の看板ね、田中哲郎というのが私の看板、個別総合人間教育の、はい、いやもう本当はギターの先生なんですけどね。だからこれももう20年以上経った。あっち、あれはもう向こうですよね。そうですね。ということにね、毎日ここを通ってる警官が気づいていないというのが、まあ一つちょっと観察力が少し足りないんじゃないですか、そういうことだけどな。中にはあの安倍さんなんか割と真面目に考えてくれる人だから私は好きなんだけど、あの本当ね、警察の中をね良くしようとする意識を持ってほしいんだわ。だから少なくともさ、あの労働運動や市民運動に敵対しない、そういうのいっぱいあるからね。で私なんかちょっと労働運動でも市民運動でもちょっと違うか分かんないけど、まあボランティアだな、イメージだな。本当はもともとは労働運動の意思だったんだけど、あの企業の人権侵害をやめさせようというのが私のスローガンでさ、企業の中がああいうふうにその金儲けのためにはいじめをやってもいいんだというふうなことをやるから、社会のいじめをやってもいいんだという正義感が欠落してるっていうのが私の言い分でさ、その政治家なんかも企業から操られてるからね、ほとんどはね、金さえ儲ければそれがいいんだみたいな考え方をやめようよっていうのが私のスタートだったんだけど、今はもう、まあ、企業もダメだけど、もう国民全体の正義感というのが欠落しちゃって、いじめをやっちゃ悪いというのが嬉しくないんだよな。このバイクそうですか。うん、私そうです。このバイクで来てらっしゃる。そう、よっこらしょ、これ曲げようか。ニュースはさ、さっき大学生の3人のニュースを私だったから一番新しいニュースはないんだけど、これはあのおじいちゃんおばあちゃんいたらこれおすすめです。私今74だけど、去年あの県道4段の障害者さ、東京の最高齢の74歳で強い。どうやるとこういう体が保てるか。いらない。あげる。おじいちゃんおばあちゃんいない。あ、1枚大丈夫。あ、そう。ありがとうございます。そう言わない。まあ、いい。これはね、細かいから進めたんですが、これ飲んでって絶対大丈夫なんですか。これをこういう食で。というところで、じゃあこの後は特に時間決まらないですけれども、まあ、ある程度時間の、そうだね、だからこの後アピールして、もうだいぶ時間経ったから来てから、疲れるからね、
あの帰りますけどね、はい、今日のアピールをまだやってないんでさ、あのインターネットにアップしなきゃいけない。アピールっていうのは何でされるんですか？こう肉声で喋る、うん、これはね、これを使ってそこから音を出して、はい、でそれをこれに入れてここにそれを置いてね、で、やらないとあの音がちっちゃいの入らないんだろ、はい、で、あのそれをアップします。まあだからある程度大きいよ、ある程度大きいけどさ、まあ高が知れてるよ。だから心にこにあの肉声でやったんじゃこれにさちゃんとしたあの ギターの音とか入んないんだわ。だからここに置いてあそこからやる。見てる、見ててもいいよ。どれぐらいの大きさでやってるか見てたっていいよ。今から続けてやっちゃうか。じゃあ少し見せていただいて。いいよいいよ、じゃあやろうか。時間が持つからちょっと待って。まあいいか、やっちゃうか。ちょっと。ダウンしちゃってさ、だからこれ使えない。こういう状況でさ、ギターの音を見てもダメなんだよ。だからもう今日は肉声でやります。今日時間が少し長くなりましたけども、2022年10月12日水曜日、今もう2時18分ですね。22nd October 12th Wednesday 2 o'clock 18 minutes、 今日のテーマは山口県の教育委員会が安倍晋三の葬式の時に学校で半旗を掲げなかった人は処分対象にするぞという話発表したということですね。 Today's newspaper said in 山口 Prefecture's Board of Education said the school principal who didn't half raised flag when the funeral of the Abe Shinzo will be punished。 これはとんでもない話だな。ただし文科省は誰がどこの学校であげなかったか調べないんで実際にはないって言ったんだけど、非常にこれずるいよな。 HoweverMinistry of the Education said the school board of education don't investigate which school lies or not. So no person will be punished, but it is very unfair, ambiguous. だから曖昧にしてごまかそうという話ですよ。ああまあね、だからその国会で議論して決まったわけでもない安倍晋三の葬式の時に国旗を上げるか上げないか、そんなものをね強制していいわけがない。 The funeral ceremony didn't decide the democracy way, so no person can punish against the people who didn't raise the flag or notすることだけどね。今日はもう録画の時間がないんで、これぐらいでやめときますけどね。
多分もう時間が切れます。25分で止まるからね。あ、もう止まった。